通に配信しようと思ってたんだけど、あのちょっと眠くてあの思ったより眠くて、明日対面のお話し会で朝も、まあ、それなりに早いので少し短めの配信にしようかなと思っております。ちょっとね、あの配信始まる30分前ぐらいから睡魔が来ちゃって仮眠取ってたんだけど、あのそうさっきまで寝てた。そうちょっと夜遅くの配信のさ時間で寝ようか、メイクも落とそうかめっちゃ迷ったけど、今日メイクしてたしなと思って仮眠取ってました。ありがとう、ついとくさん、ありがとうございます。タワーだ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。いつも本当にありがとう。この間もお話し会でね、また会えるよって言ってくれたことがすごく嬉しかったです。無理しない、無理のない範囲で会いに来てくれることがとっても嬉しいです。いつも応援ありがとうございます。これからもよろしく、ね、いっぱい成長するね。いつもありがとう、嬉しい、ずっと応援してくれてありがとうございます。ありがとう、けんちゃん好き、ありがとう、嬉しい、ありがとうございました。けんちゃんいつも配信見に来てくれてるよね、ありがとう。けんちゃん嬉しい、二十歳になってのね、おーちょちょちょ、二十歳になっても変わらずな感じで、でもちょっと大人っぽくなっていけるように頑張ります。一日遅れちゃったけどお誕生日おめでとうってありがとう、嬉しい。明日の対面をよろしくね。赤、髪の毛が赤い人が来たら僕だと思ってください。わかりました、ありがとう。けんちゃん明日会えるの楽しみに待ってます。早くいっぱい寝て早く会えるのが楽しみだね、嬉しい。朝だからね、特に私は。ありがとう、タワーまでありがとうございます。しげちさん大好き、ありがとう。一日遅れだけどって嬉しい、全然なのにありがとう、嬉しい。お誕生日を覚えててくださっているということがとっても嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは。そう明日は具は午前なんだけど、トークショーは午後にあるので、あの私は約数時間裏で待機ということなので、そうあゆみとね同じぐらいのスケジュールだったの、だから一緒に2周年の練習しようって言ってる間の時間で多分2周年コンサート多分2公演できるよねっていうぐらい時間は空くのでそう、ああら、わっ、増枠、嬉しい、新しく、ありがとう、嬉しい、いっぱい話せる、ありがとうございます、ありがとう。そう昼夜、そう昼夜2公演できるの。けんちゃん大好きまでありがとう、私もありがとう。そうなんですよ、お自己紹介しながら、オッケー、ありがとう。自己紹介待ってるね。こじけんさん大好き、ありがとう、嬉しい、大好き、いっぱい好き、ありがとう、嬉しい。トークショーもね楽しみにしててください。私は4部と5部の間のトークショーだけど、他の部の間にも結構あるので、他のメンバーのねトークショーがぜひ楽しみにしててくださいね。嬉しい、こんばんは。ね、今日もなんだかんだで早起きしてた。ね、お誕生日お
変えたけど、本当にあのびっくりするくらいに普段と変わらない生活をしておりまして、そうなの、逆に新鮮毎年なんかね、まあもちろんね、あのいろんなねお友達とか方からおめでとうってね連絡来ているので、来てね本当にありがたい。それはね普段と違うけど、いちご狩りいいな、いちご狩り、いちご時期だよね今ね。確かにお酒買うときにね、私はねまだ飲んでない。日付が変わる瞬間はお誕生日を迎える前に寝る準備は終わらせようと思って、急いでお風呂に入り、スキンケアし、ドライヤーまではいかなかったって、年というか日をまたぎました。ドライヤーは終わってなかったですそう、お風呂に入ったことがもう偉いと思いながら自分で褒めてました、自分を。前撮りの写真ありがとう、嬉しい。前撮りは編み下ろしみたいな感じでね髪型しましたから。一番初めはコナーとモモカがもうほぼ同時ぐらいできました、嬉しい。ツイッターにもね上げてくれてて、ありがとう、リコと早かった。そう、同級生メンバーからはねやっぱりお酒飲めるねとか、同級生の友達とかも、私が2月生まれだからそれまでその福岡に帰ってお友達と遊んだとしても、お酒がさ飲まないわけじゃないですか。そうだからね、やっと飲めるねっていう連絡がね結構来ましたね。私が遅い方だからお誕生日が。あら、メイクいいですか？今日のメイクはどんな感じだったかな？ちょっと落ちちゃう。失礼しました。失礼しています。失礼しました。すごい眠そうな顔してる。早生まれあるあるね。本当に早生まれじゃなくて遅生まれっていう名前の方が正しいんじゃないかって思うくらいにさ、割と何でも遅い方じゃん。ちょっと今日はお眠なのですよ。もうね、私は今日一日やりきったって感じですから、パーっていうね、やりきったって感じなので、もう超オフですめっちゃオフ。そう、いつでも寝れる。12時までには寝たいところ。明日も早起き頑張るぞという感じですよ。早起きやからね。失礼いたしました。一回出るともうなんか眠たいね。明日会える、嬉しい、ありがとう。明日本当に楽しみです。明日のお洋服まだ私は想像でしか着てないので、明日当日ね朝着て私の頭のファッションショーがうまくいっていることを願います。願うというか今日の夜はさすがにちょっと試しで着てみますが、うん、何パターンか持っててるので、その大丈夫です。そんなはないや、もう明日着る服ないなんてことはないので全然大丈夫なんですけど。あらあら、お大事に、ありがとう、おめでとうございます。
ありがとうございます。嬉しい。うわー、お羊さんありがとう。ケーキいっぱい。うわー、ケーキたくさん食べれました。ありがとう。20歳の誕生日で自分へのプレゼント買ったりとか買う予定は今のところないですね。なんかあんまり決めてなくて、何も買ってもないな。ケーキも買ってないしな。買ってないですね。買ってないけど、あの皆さんからのね、たくさんのプレゼントが本当になんか一つ一つ見てると、それだけでもすごくお腹いっぱいになっているので、だからあんまり自分でまだプレゼントが欲しいってなってなくて、特に予定はないです。ありがとう、タワーまで。お羊さん、これからもよろしくね。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。予定は立ててないけど、まあみんな思ってることは一緒だねっていうくらいに、まあ2周年終わったらだねみたいな感じにはなるよねそれはね、みんななんか気持ちは一緒って感じ。やっぱこう何も考えずに行きたいですからね。私あんまり物欲ない、ないんだよね。食欲はあるけど物欲あんまない。もう結構ね、そう十分堪能したかなという感じですかね。うん、うわっ、おめでとう。一日違い、いきます。せーの、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear ちいさちゃん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます。おめでとう、ないだし、おめでとう。これからもよろしくね。ありがとう、いつも。みなちさん大好き、ありがとう。嬉しい。皆さんもおめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい、おめでとう。めでたい、めでたい、嬉しい。パー、手ぶれが激しい。今日私がこう画面外に行くことが多くて、ゆかちゃんもおめでとうって、ありがとう。世界中の皆さんおめでとう。そう、今日はカメラを動かせる。今日のメイク何したかな、あんま覚えてなくて何したかな、何したかな。睡魔レベル結構高い、もう98ぐらいまで来てる。結構もう目つぶったらいつでも寝れるし、お布団にダイブしたらもう一瞬で夢はあんま見ないけど夢見れそうなぐらいの、あの勢いではあるんですけど、そう簡単にはいきません。配信が終わっても私はまだ寝る準備が全くやってないので寝ませんが、明日髪型何しよう。明日の髪型何にしようかな。服の系統とかもあるから悩むよね。前髪若干長い、明日切るかな。切る、ちょっとだけ切るかもね。え、何にしよう。連続ありがとう。最近はね、巻き髪ハマっているので、今更だけどって、全然だよ、ありがとう、嬉しい、お祝いしてくれて、おめでとうって、ありがとうございます。うんうんうん、嬉しい、いっぱい会いたいよ、会いたい。
パッツンにしか、私もパッツンにしか切ったことない。自分ではパッツン以外あんまりわからない、技術がない。お、前乗りめっちゃいいやん。前乗り前乗りね、明日も楽しみ。髪型どうしようかな。肌の乾燥パックとかしてみたら結構保湿されるかも。パックいいよ。私はね、普段あんまりしないんだけど、パックたまにするとやっぱいいなってなる。だから普段さ、使ってないものとかをさ、使うの怖くて、あのめっちゃしてるかって言われたらそうではないんだけど、結構危機的乾燥をしてるときはパックします。髪型どうしよう、本当に。なんか巻き髪もさ好きなんだけど、うまく巻けなくて、あの日替わりすぎて、今日もね、最近ね、あのなんか1週間ぐらいずっと巻いてるんだけどさ、なんかもう、あ、まあ、もう落ちてるけどね、今日は。なんだかなんだか、あの巻きが強すぎると私は結構なんだろうな、ゴージャスになりすぎちゃって、あれなのね。ゆる巻きがいいんだけど、ゆる巻きがうまくできない、難しい。巻きやすくはなったけどね、髪は長くて、すごく長くなったので。そう、え、3時間後早く寝てほしいけど、今寝たらもう起きれないって感じにもなりそうだよね。頑張れ頑張れ。3時間後、すごい、お疲れ様だ。ウェーブ巻きしか巻くだけで、待って、ウェーブ巻きの方が難しいんだけど、ウェーブ巻きを教えてほしいくらいある。明日は部があるので、あの髪型変えれたらいいんだけど、ちょっと時間にもよるかなって感じなので、あの明日の時間次第って感じなんですけど、なんかね、顔周りはね結構こう広げた感じでこう巻きたいんだけど、うまくいきません。私は難しいです。今日はちなみにウェーブ巻きしようと思って、あの初手でなんかおや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 ってなってたので、あの諦めて、あの全部外巻きにしました。今日の一日は外巻きでした。確かにアイロンとか使った時、なんか初めはなんかビビりすぎて、120度とかでもめっちゃ暑いと思ってたけど、あの最近は、まあ、前髪とかは未だに120度とかでしてるけど、後ろの髪とかは160とか、多分それでもそんな高い方ではないと思うけど、してて昔と感覚変わったなぁとは思ってますね。触覚はね、私はね一応ここぐらいにあって、引き出せば引き出すほどね出てくるんですよ、めちゃくちゃ分厚いのが。なんか量とかも自由自在すぎてって感じです。ね、だってもうめっちゃ暑いじゃん、びっくりするよね。そう、ストレートとかもさ、いろんなさ種類あるけど、何がいいかよく分かってないです私。壊れるまでは使おう精神だからさ、普段あんまり買えなくて。お誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しい。ウルフはしたことないな私。ウルフね、したことない。おー、桃鉄ありがとうございます。結構ね、熱い展開になってて楽しかったです。桃鉄またしたい。
うん、ポニテの時は触覚出しますね。ポニテはどうだろう、明日明後日お楽しみに何の髪型にするか。どうしよう、ちょっともうやばいかも、もう眠いかも、ごめんもう眠いかも早い、早すぎ。ちょっと今日はお眠なので、本当はもうちょっと長く配信したかったんだけど、また明日もちょっと分かんない、何時に帰宅しているかも分かんないし、何時から配信できるかも分かんないし、明後日もきっと朝早いから分かんないけど、まあまたちょっと落ち着いたら長い配信とかもできたらいいなと思います。ちょっと眠たくなってきました二十歳になっても何も変わらないですからね。言えば2日前までは19歳だったんだもん。変わんない変わんない、何も変わらないなんか半年後とかだったら変わってたかもしれないけど、変わんないね、なかなか。ありがとう、エリーさんかな、はじめまして、よろしくお願いします。ありがとう、おめでとうまで、嬉しい。はーいはーい、あーすごい、英語喋れますかって、喋れません。そう、お誕生日近くだね。ではでは、ちょっと今日は早いんですけれども、誕生日をしていきたいと思います。10歳の方からいきます。13位クロスさん、ありがとうございます。12位ととまるくん、ありがとうございます。11位よしきくん、ありがとうございます。10位そうきくん、ありがとうございます。9位ざわくん、ありがとうございます。8位まさチャンネルさん、ありがとうございます。7位たいきさん、ありがとうございます。6位しげちさん、ありがとうございます。5位いのちさん、ありがとうございます。4位こじけんさん、ありがとうございます。3位ついとくさん、ありがとうございます。2位おひつじさん、ありがとうございます。そして1位けいちゃん、ありがとうございます。たわまみなさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。さっきももちゃんがショルームでゆうかちゃんのことをめっちゃ好きって言ってたよって、嬉しい。最近ね、すごいよすごいよって何って感じだよね最近すごいのよ、嬉しい。私もありがとう。あのね、なんかね、すごいね、誰かと似てるなって思いながら接しやすいのね、接しやすくて誰かと似てるなって思ってたら、私の地元の仲いい子にめちゃくちゃ似てる、そっくり、なんかその考え方というか性格が、だからなんか話しやすいのかと思って。もちろんね、他の子も話しやすいんだけど、その距離感がすごい似てるなって思ったのはそこだって最近思ってる。すごい似てる子がね、いるの。そう、なんかね、それが似ててのなんか納得って感じが勝手にしてました。そうそう、そんなこんなで嬉しい。ももかありがとう。この間ね、可愛かったのが、リハで、ちょっと待ち時間があったのね。待ち時間があって、私が、スタジオの、ところに座ってたのよ。体育座りしてて、普通にこう、なんか、ぼーっとしてたのかな？なんか、そんなに何もしてなかったんでしょ？なんか、結構、ぼーっとしてるぐらいのことを知ってたら、隣にちょこんって桃香が私の真横に体操座りをね、こう
してきててめっちゃ可愛かった。でも私はももかが切ったもうほんと 数秒後にもう立たないといけなくて、別のもうあの用事があったから、用事というかもう行っちゃおうよって言ってめっちゃ寂しそうな顔してて、それがめちゃくちゃ可愛かったです。可愛いよね、わざわざ私の横にあの座りに来てくれたんだよ、可愛いと思って。そう、私でももうちょっとで行っちゃうんだって、よかったって、って言ってたけど、じゃあ見てるねって言ってた。ももかが可愛いよね可愛い、あんま年下っていう感覚がないんだよね、しっかりしてるし浄化されました、よかった。だってももかお誕生日の日もあの配信あるのでって言って、あの結構すぐに帰ったの。私いつもリハ終わりとかそんなあれなんだけど、珍しくすぐ帰ってて頑張ってねって言って、見るよって言ってくれてた。まあそんなこんなで、まあ、みんなともそんな感じですよ。みんなも頑張ってねって言ってくれました。嬉しい、ツイート構えてくれてたの嬉しい。だってあれですよ、あのももか私の誕生日が15日なんですけど、あの13日とかにはもうツイート文考えてたって言ってた誰よりも早いんだからね、嬉しいね。ね、好きって言ってくれるのって嬉しいよねはい、嬉しかった。はい、ということで進展任せてください。いっぱい話しますね。ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。約30分配信、また時間が取れるときにゆっくり配信したいと思います。今日は短めだったけどありがとう、バイバーイ、おやすみ、みんなも早く寝てね。明日は対面ある方はよろしくお願いします。楽しもうね、バイバーイ、ありがとう。